定前寺通りは宮城県仙台市青葉区にある道路である。駅前通りとの変則4サロから西公園通りとの定時路までを結ぶ。定前寺通りの名称は江戸時代からあったが長い大通りとなったのは戦後の戦災復興によるものである。四列の欅並木を有し、青葉2と共に森の都といわれる仙台を象徴する道路である。しばしば都市イベントの会場ともなる。 定前寺デラ通りの中央分離帯にある遊歩道、定前寺デラストリートジャズフェスティバルイン、仙台一一直線の道路であるが、国道と市道とに分かれる。駅前通りとの連結部から、西木町公園前交差点までの区間は、仙台市道青葉1141号、定前寺デラ通り、宮町線である。四車線で、中央分離帯に、ケ一列、両側歩道のおのに、イチ一列の、 計算列の並木を持つ。旧町名は町帝。西木町公園前交差点から東2番、手田,田市前寺交差点までの区間は国道45号である。六車線で中央分離帯に、欅ヤ一列、両側歩道のおのに、伊町一列の計算列の並木を持つ。小さい貸し段級があり、東側が高い。東2番町から東3番町にかけてが、 段急崖の坂の部分で、東三番町から東六番町までは、段急面の平地である。旧町名は、段急外下まで定前寺通り、段急崖から、東は明治中期の新設道で、段急崖の部分を、東三番町、段急崖上劇町と、おのの隣接する、道の町名が付けられた。東二番、低忠だ前寺交差点から、 市民会館前交差点までの区間は、仙台市道青葉1171号、定前寺通線である。福音46メートルで、中央分離帯12メートル、両側歩道7メートルずつ、6車線である。1958年に植樹され、現在、道路上部を覆うほど成長した4列の欅木並木を持つ。遊歩道がある、中央分離帯は、 定前寺通り緑地と市が名付けているが、市民には定前寺通りグリーンベルトなどと呼ばれている。旧町名は一番町との交差点から国分町通りとの交差点まで、愛称名前の元々の定イ寺通り、それより西は定前寺通り柳楽町と呼ばれた。江戸時代、現在の宮城県庁前にあたる高台一帯には、伊達政宗が、 仙台城の鬼門にあるため祈願寺に定めたと伝えられる定前寺があり、元はこの寺に通じる道路であったので、定前寺通の名があると言われている。この時代、定前寺通り及び定前寺通りアグラ帝が存在した。この頃の定前寺通りの東端は定前寺のある高台だったが、明治時代に東へ伸びて、朝廷とつながり、昭和に入ると、 仙台市電を通すためにこの道路が整備された。1945年7月10日、仙台空襲により、定前寺通りは焦土と化した。戦後の1946年11月の戦災復興委員国時による戦災復興土地区画整理事業として、現在の定前寺通りの整備が始められ、この時、道路幅員が46メートルとなり、 中央部には遊歩道付きの12メートル幅の緑地帯が設けられた。さらにその後の1958年になると緑地帯と両側歩道に欅が植えられた。1967年には電線地中線化工事が完成し、通りの電柱は消えて欅並木の美しさは一層引き立った。仙台市ではこの欅並木を50年保存樹林に指定し、 緑の保全に特に力を入れている。1977年には彫刻のあるちづくり事業を加え、国内外の著名な彫刻作品を導入し、遊歩道に設置した。1982年5月、仙台市により道路愛称として公式に、定前寺通りが制定された。沿道の仙台メディアテークの建設に合わせ、1999年から2001年8月にかけて、 テーゼンデラ通り、シンボルロード整備事業による工事が行われた。この事業により、テーゼンデラストリートジャズフェスティバルイン仙台に対応した小ステージが設置された。また、仙台港のページェントに対応して、中央緑道連続化工事が行われて、スターライトロード港の歩道が開催可能になり、さらに、電線地中化と中央緑道への電源コンセントの設置も行われ、 電飾設置費用の圧縮が可能になるなど、定前寺通りで開催される文化芸術活動をハード面で支える仕組みが整えられた。定前寺通り中道路標識や信号機が葉に隠れないようケヤは下枝が刈られており、葉の生い茂る高さは周辺ビルの3階から5階あたりとなっている。このため、陶器街、定前寺通りの欅並木は、 天井の高い緑のアーケードのような状態となり、少々の雨では歩いていても濡れることはない。また、陶器の光のページェントの際には、光のトンネルのような状態となる。春の新緑、夏の濃い樹影、秋の紅葉から落葉へと都会の中での四季の移り変わりを見ることができ、その景観の美しさから、日本の道百選に選ばれているほか、読売新聞社選定の新、 日本街路寺100系の一つに選定されている。この区間の中央分離帯には2列のケヤ並木の間に遊歩道が整備されている。遊歩道の舗装については、東一番町通りから国分町通りまでの区間はウッドデッキ様、それより西の区間は土である。この遊歩道沿いにはベンチが設置されているほか、停電デラストリートジャズフェスティバルの際に使われる小さな舞台が、 複数設置されている。この遊歩道には他に3体の彫刻が設置され、生誕には噴水が設置されている。両脇の歩道には特別なものは設置されていないが、欅を囲む柵がパイプベンチとなっている。定前寺通りはしばしばイベント会場として用いられている。そのため、交通規制が敷かれることもある。5月の仙台青葉祭り、8月の仙台七夕祭り、 10月の道のくよさこい祭りにおいては、定前寺通りが路上パフォーマンスやパレードの舞台となる。また、9月の定前寺ストリートジャズフェスティバルイン、仙台では、この通りを中心に小さな街角野外ライブが市内中心部の至るところで多数開かれる。12月の仙台港のページェントでは、欅並木に電飾が施される。また、春の仙台国際ハーフマラソンのランナー、 秋の大学女子駅伝のアンカーが最後に走る区間としても利用されている。仙台メディアテイクから見た停前寺通り紅葉の停前寺通り沿道にはホテルやオフィスビルの間に旧来からの地元商店が並んでいる。この区間では両側歩道の街路樹がイチョウ並木であるため通りの上部は樹木の枝葉で完全には覆われてはいない。中央分離帯のけやきは かつて通っていた仙台市電の廃止後に植えられたものである、高等大公園と一体化した部分。公園の中には1987年に開業した仙台市営地下鉄の高等大公園駅があり、県庁や市役所への出入り口になっている。沿道には飲食店が多い。また、宮城県民会館やオフィスビルが立ち並ぶ。万水通りよりも西は以前は 店舗があまりなかったが、服飾、デザイン、エンターテインメントなどの専門学校や美術大学の予備校が近くにあって、沿道に仙台美術協会のギャラリーや仙台メディアテークができたことで、芸術系のハイセンスな商品を売る店舗やデザイン系の事務所が集まりだし、周囲にはカフェや飲食店も出展し始めた。芸術系の専門学校の学生は、この地区で行われる。 様々なイベントにボランティアで参加し、イベントの質向上に寄与している。沿道両脇のビルは、ハーフミラーのガラスを使用している例が多く、欅並木の緑や、光のページェントの際の電飾が生え、実際の道の広さ以上に、視覚的な広がりが出ている。また、沿道のビルでは一部を、セットバックしたり、ポケットパークを設置したりしており、 定イ寺ラストリートジャズフェスティバルの際に街角ステージとしても利用されている。定イ寺通りで行われるイベントの番組については仙台港のページェント、テイゼラストリートジャズフェスティバルイン、仙台などを参照。ありがとうございます。